伊藤俊吉伊藤俊吉大正10年4月10日は、大日本帝国海軍の軍人、茶人、海軍中将に、2位、訓移三降3級男爵、舞鶴藩の家師、伊藤翔介の長男、丹後国前鶴に生まれる。幼少より学問に優れ、判明により、江戸に留学して、大村増次郎に指示し、兵学や数学を学ぶ。明治維新の後、兵部省出資、 海軍総連署出資、海軍兵学僚中教授を経て、1871年、海軍少佐に任官すると同時に、春スガ艦長。日清副長を経て、1872年に、海軍中佐に進級すると同時に、筑波艦長。その後、海軍兵学校官学課長、海軍兵学校長代理、海軍兵学校次長、金剛艦長を歴任し、 1878年に海軍大佐に進級。海軍兵学校長に転じ1882年に海軍少将に進級。同年、折から発足した共同運輸会社の社長に現役海軍少将のまま就任。その後、横須賀造船所長、海軍省管制局長、海軍参謀部長、海軍省第二局長を歴任し、 1890年5月に海軍次官に就任、同年9月に海軍中将に進級。1893年から2年間は海軍省軍務局長を兼ねる。1895年に断尺。1898年、8年以上務めた海軍次官を退くと同時に予備役編入。1899年から1921年の 死去まで貴族院議員。早々期の海軍切手の農所家であり、軍艦の艦備の官名表示に使う色は48文字を記号した。以来、帝国海軍、海上自衛隊を通じて、伊藤の記号した文字が官名表示に使われ続けている。茶人としても知られ、そう言うと号した。1898年、松浦戦新月案が在京の家族。 地名主党と設立した、臨番茶事グループ、和形会の会員となる。会員は、青地育次郎、石黒忠則、伊藤助マロ、岩見明作り、岡崎おもんみそ、金沢三右衛門、戸塚文会、あずまたねき、東久瀬道富、久松勝成、松浦久志三田歩行三井高弘安田善次郎の以上16人、高橋義雄が入会で、世人、 16ラカンと呼ばれた。マイズル藩出身で家族となったのは、旧藩主の牧野家と伊藤の家のみであった。1988年、マイズル市内の生誕地跡に、伊藤の懸賞費が混流された。ありがとうございます。